大久保光三です。ナマズの LINE システムを紹介したいなと思います。まずね、ナマズのロットから説明すると、スミスからね、このローカル発やんね、これナマズ専用ロット、ナマンチュ。めっちゃええサオです。僕もね、これめっちゃお世話になりました。これロッキー M、僕の一番好きなサオなんですけども、最近はね、僕はこのね、まあ自分のね、とサオが好きっていうのもあんねんけども、この KOZ エクスペーションの 67TM 6フィート7インチの TM の T はトップウォーター専用ロット、トップウォーターに専用ロットで作ったんだよね。すごい、まあグラスとカーボンのコンポジットで、すごい先はいい感じで柔らかいんだけども、バットがすごい強い。だからね、海外のね、兄弟魚海魚とか、まあ、めっちゃ強いピーコックバスとかね、まあ、沖縄の大ウナギとかも爆発的な、ね、パワーで暴れる魚もこの魚で釣ったんだけど、ナマズもねこのロットをよく使ってる。なんでかっていうと、めっちゃノリが良かった。ナマズってやっぱりバイトが下手くそな魚やから、なかなか今まで乗せられへんかったけども、まあなんてことでしょう。このロットを使い出したらね、途端にすごい乗せれるようになって、気に入ってこのロットを使っております。当初はね、どのついでもやるから、ここは早送りです。通し終わりました。これがね、僕がナマズ釣りの時に使ってる代表的な組み合わせ。ロットはね、この KOZX の 67TM に、軽かったコンクエストの200番です。で、P が最近ね、キャスティングマックスパワー、バルバスキャスティングマックスパワーの3号を使っております。これ P ラインでやってるんだけども、その先に必ずリーダー、昔はワイヤーつけたりいろいろしたんだけども、最近はこのね、ナイロンの40ポンド。まあ40ポンド以上、40でも50でもいいと思います。40はあった方がいい。これをそんなに長い必要はない。短くてもいいからつけております。ね、つけるのはね、このとりあえずやりきぐらい。で、カットしちゃいます。まあ60センチってとこかな。上に、僕はボビン。ボビンで。穴に通して、取ったお尻からこのガイドに引っ掛けて、まあいろんなボビンがあるんでね、おのおの、まああの FG ノット、要は FG ノットでいいと思います。でボビン使うメリットは何やっていうと、ドラグがついてるボビンだとすごい均一のね力で巻けるから、ノットのムラっ気がない、いつ作っても強いノットができるっていうメリットがあります。僕のこのボビンのノットの作り方は、ある程度メインラインが張った状態とリーダーも張った状態でこう合わせて、で、ちょっとだけこのブランとボビンを垂らします。で、このメインリーダーに巻きつかせておいて、最初この下方向ね、ドアをつける方向に巻きつかしたら、ちょっとドラグを調整しといて、このメインライン側ね、メインライン側の方に巻き上げていきます。こうね、今までこうロアの方向に行ってたのを、こっち側ね、メインラインの方にかぶせて、最初巻いたんにかぶせて巻き上げてます。で、この時にこの片一方の手は固定、片一方の手だけで巻くってすると、うまいこと巻き上げていきます。まあボビンの重さを利用してリーダーとライン、メインラインの上にかぶせて巻き上げていくっていう感覚でいいと思います。これぐらいのね感じで巻き上げれました。もうボビンは抜いて、まあ、止めにかかりますけども、あまりひげが長いと邪魔くさいんで、ある程度の長さで切ってあげます。プチッと、こっから止めにかかるんだけども、最初に軽く
何か唾でもええし、水とかね、なんかそういう専用ジェルでもええか濡らしてあげて、このメインラインとこのひげをかぶせたハウフィッチ、ハウフシェギュッと締め込みます。まあ、1回目同じくメインラインとひげをかぶせてギュッと締めて、ギュッと締めて、このねボビンで巻いた、まあ、2割3割は締まるようなねイメージで、最初の3回のハーフフィッチでギュッと締めます。で、これでハーフフィッチ同じ向きでいいです。毎回同じ向きでいいです。今3回ギュッと締め込めました。今度は軽く1回軽いハーフフィッチ、2回軽いハーフフィッチ、そして3回目同じくね、このメインラインとリーダーを全部同じです。メインラインとリーダーをかぶせたハーフフィッチで、3回目はギュッとしっかり締めます。まあまあ弱い弱い強い、弱い弱い強いね。でもう一回同じことです。弱い弱い、今度はギュッと締め込みます。ギュッと、今ね最後にグッグッグッって締め込んだホイッチを3回で、弱い弱い強い、弱い弱い強い、9回ハウフィッチしてます。なら次はラストです。同じくヒゲメインラインをかぶったハウフィッチを1、10、20、3回のハウフィッチ、これがエンディングモードです。これをぐっと締め、これに慌てずに進めたらもう一回締め出して、最後ギュッギュッと締め出す。毎回僕はね、このモードで終わります。メインラインにこう、ね、ハウフィッチで補強とかする必要はないと。逆に、グリラインの娘、メインラインの娘を作るのは弱点だと思うんで、ここは絶対にやりません。そして、そして今日はライターを持ってくるのを忘れたので、根元ね、娘の根元ギリギリで、これで、まあ、ボビンを使ったピアノットが出来上がりました。そしたら、最後ね、このリーダーの先にキャタピーをね接続するために、ルアー交換とかクイックにさせるために、スナップ、僕はこの EX スナップシャープ3、まあシャープ4でも3でもいいと思うんですけど、これ非常に強いスナップなんで、シャープ3をいつも使用してます。最も非常に簡単です。まず僕の中で、最強だと思ってるのはメインのリーダーを追ってやります。まあ繰り返す感じで、この感じ、この二重になったリーダーをスナップに通します。そしたらこの二重ごと、これごとメインとこのヒゲに対してのハーフピッチ、この先をスナップに通すとかけるだけで、これをギュッと締めるんだけども、ここをね絶対に離しちゃってください。でバランスよく、バランスよく、まあプライヤーとかあったらプライヤーをつけてね、出来上がりました。
ボ構造的最高の鳥。どんなでっかい魚もね、このモントで仕留めてきました。名前は知りません。もう一種のノトを説明します。これも非常に簡単です。見えなくてもできるノト、ローガンの優しいノトです。まずね、ルアーとか、まあ、スナップとかブツモンにリーダーなりメインラインを通します。メインラインはナイロンね、ナイロンテープ P ラインじゃなくてね、この状態、この状態ができたら折り返すっていうか戻します。このメインラインとヒゲに1回、2回、3回、4回巻きつけます。この状態やね。このメインライン側から4回巻き、下に向かって巻きつけました。そしたらこの上にできた輪ルーフにこの先っちょ、ヒゲの先っちょを通すだけで濡らしてあげて、ギュッと締め込むだけ。最後はトライヤーとかつけてヒゲをグッと締め込みます。これもね、めっさ強い。ここはもうこれでハーフイッチでね、もうこう編み上げとか絶対やらない。もうこういうちっちゃいノットの方が絶対強い。結果ね、でっかい魚ほとんどほんまに歯で当たって切られるぐらいしか切られたことないから、引っ張り合いで切られたことがないノット。この2種類のノットね、ぜひ今回は覚えてください。そしてね、ビッグフィッシュハンティング。まあ、ビッグフィッシュじゃなくてもいいから、魚釣りに使ってみてください。そしたらね、この先っちょにあとはね、こうキャタピーないね、ナマズのルアーをつけるだけ。スナップが簡単。これでね、大久保構造のナマズのノットが出来上がりました。そのうちね、この簡単なキャタピーのね、チューニングとかそういうのもね、アップしていきますので、今回はね、ノットでした。面白かったね、ためになったねなんて思ってくれた方はね、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。